あるお出かけ先の一つです。しかし動物たちの方は必ずしも満足しているわけではなく、時には大脱走劇を繰り広げることもあります。世界の動物園の歴史は5000年以上前に遡ることができます。人類は石器時代に動物の飼育を始めました。最初は食料備蓄としての家畜を、その後は信仰や儀式のため、さらには娯楽としてです。現在公式の統計では世界の動物園の数は1500箇所程度ですが、こうした統計には個人経営の動物園が含まれていないため、実際にはずっと多くの動物園が存在すると考えられています。さて皆さんは動物たちが動物園でどのように暮らしているのか考えたことはありますか？一部の動物園では生物学者、獣医師、専門飼育員が勤務していて、さらにボランティアスタッフがサポートしています。そこでの主な目的は来園者を楽しませることではなく、希少な絶滅危惧種動物の保護及び繁殖、また様々な科学的研究を行うことです。そのような動物園では動物たちがストレスの少ない生活を送れるよう、広々とした生活空間と隠れ場所、栄養バランスの良い特別に準備された食事、医療とコミュニケーション、教育や遊び道具が提供されます。中には専用のキッチンや農場を併設している動物園もあります。動物園での生活に満足していれば動物たちが逃げ出すことはないでしょう。実際のところ動物たちも私たち人間も自由を求める気持ちは同じなのです。例えばイスラエルではある年の大晦日に3頭のサイがラマトガンのサファリパークからの脱出を企てました。遠くまでは逃げませんでした。3頭はすぐ近くの駐車場で発見されました。若いメスのリアーナとゲレンペレスは年配のカルナベラと一緒に、その夜の当直警備員が不注意な人物であることを見逃しませんでした。彼は朝方にうとうとと居眠りをしていただけではなく、門を閉めるのまで忘れてしまったのです。3頭を発見したのは早朝に動物園に出勤してきた園長でした。大晦日の夜、3頭のサイは空っぽの駐車場をうろうろと歩いていました。思いがけず手に入れた自由にひるんでしまったのか、わずか数分のうちに捕獲されました。しかしもしこのような動物たちが街中まで来て人間と遭遇したらどうなるかを想像するとゾッとします。このような状況で動物たちがどのような行動をとるかは誰にもわからないからです。ラマトガンのサファリパークには中東地域で最も多くの種類の動物が飼育されています。一番の特徴はアフリカの動物たちが自然に近い広大な敷地で飼育されているという点です。公園には68種の哺乳類、130種の鳥類、25種の爬虫類を含む世界各地から集められた1600匹の生物が暮らしています。虎は動物園からではなくサーカスの檻から逃げ出すことがよくあります。中国では路上でのパフォーマンス中に虎が檻から逃げ出し、集まった群衆の中に飛び込み、大人一人と子供一人を負傷させました。幸いどちらも軽傷でした。巨大な虎がどのようにして柵を飛び越えたのかは不明です。獣医師が麻酔薬で虎を眠らせケージに戻しました。多くの動物園には動物と来園者の間にガラスパネルを備えています。こうしたパネルは通常特別強化ガラスまたは5層のガラスパネルが使用されています。この立派な角を持つヤギはそれに全力で立ち向かいました。どんなに一生懸命頑張っても報われないというのは腹立たしいことです。このライオンと自由の世界の間にも強固なガラスの壁が立ちはだかっています。女の子は楽しい遊びを思いつきました。しかしライオンは猛烈な勢いでガラスに向かったので、女の子はびっくりして怯え切ってしまいました。これはオランダ・ロッテルダムの動物園での出来事です。シロクマがなんとかガラスの向こう側に行きたいと考えているようですが、なかなかうまくいきません。ある時ついに成功かと思われました。
クマがプールのガラスパネルのところまで泳ぎ、下から石を拾い上げ、その瞬間来園者たちがクマを観察している窓に投げつけます。幸いなことに誰も怪我をした人はいませんでした。ハイイログマもガラスパネルが嫌いなようです。動物園のスタッフによると、ジーニアスという名前のこのクマは他のクマと比べても特に攻撃的な性格ではありません。ジーニアスは池の中で大きな石を見つけると、それをガラスが割れるまでバスケットボールのように投げました。ここでも幸いなことに割れたのは5層ガラスの1層だけでした。巨大なクマたちがうろうろする敷地内の中に配置されたガラスドームに入りたいと思う人がいるのでしょうか。これは日本の発明品です。もちろんガラスドームは十分強固にできていますが、ひびが入ることは十分にありえます。こちらも興味深いお話です。ここには同じ敷地内に17歳から22歳の3頭のゴリラが一緒に暮らしています。オス同士の間では誰が一番強いのかをめぐり常に小競り合いが起きます。そのような喧嘩の結果、ケンジという名前のゴリラがガラスにぶつかり、3層ガラスの1層が割れてしまいました。ロサンゼルス動物園のゴリラエベリンとジムも飼育下での生活が好きではないようです。この2頭はボニーとクライドというニックネームまで付けられてしまいました。というのも数年の間に少なくとも5回も囲いからの脱出を企てたからです。エベリンは脱出計画を担当、ジムは力仕事担当です。ジムは通常ケージのバーを壊したりして力ずくで逃走します。ある時は飼育スペースのドアをヒンジごと引き抜いて園内を散歩しに行きました。エベリンは1時間自由に過ごしました。動物園のスタッフたちは大慌てし、体重 100kg もあるゴリラが来園者に襲いかかることのないように全ての人々を避難させました。この間エベリンはキリンやライオンを見学しました。その後麻酔銃で撃たれケージに戻されました。動物園の柵は本来来園者を動物たちから保護するものですが、状況によっては実際に保護する必要があるのはどちらなのかわからなくなることもあります。ワルシャワ動物園で酔った男性がクマのいる囲いの中に飛び込み、飼育スペース内の池でクマを溺死させようとしました。しばらくの間クマは泳いでいる男性を眺めていますが、その後後を追うように水に飛び込みます。すると男性はクマの頭をつかみ水につけようとします。しかしクマは反撃をしません。ビデオの終わりで男性はクマとの戦いを諦め水から出ます。この年配のクマの名前はサビーナといい、サーカスで育ったため人を全く恐れず、そのため反撃をしようともしなかったのです。皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらぜひシェアをして感想をコメントにお書きください。いつもご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。